プロデアサーお疲れさまですあ時間押しちゃってますよね急いで次の握手会の準備をしなくちゃ <noise> 人数に制限をそれってどういうことですか 具体的にはどう制限をつけるんですか100名会場に集まってくれたお客さんはその10倍以上いるのに遠くから来てくれた人だって <laughs> プロデューサー私やっぱり予定通り希望者全員と握手会がしたいです めぐみの言う通り、私たちに会うために、遠くから来てくれた人も、大勢いるんです。一人一人に、ちゃんと挨拶がしたい。それに、今日のお客さんに、これ以上迷惑をかけるわけには。私のわがまま、かな。めぐみ。プロデューサー、私もことはと同じ気持ち。 ここで引き下がるなんてすっきりしないよなんとかならないかなプロデューサー <laughs> やるね と決まったら会場の展開急がないと私手伝ってくるよ覚悟はしていましたがこれからどうしましょう そうですね私たちがわがままを言ったせいですみません部屋が空いていればいいんですけどうーんねえね二人とも明日って予定あるお私は台本の読み込みとああそれから 日用品の買い物はふーん。つまり、急ぎの用事はないってことだよねそれじゃあさ、夜遊びしちゃおうよ旅先なんだから、ぱーっとねよ、夜遊びでも、その、そんな、いけないことなんじゃ。 大丈夫、大丈夫。私がちゃんとナビしてあげるから。知らない町だけど、なんとかなるっしょ。よし、決まり夜の街に繰り出すぞあ、め、めぐみ、待って本当に がそんなこと考えてたなんて <laughs> 思い出しただけでウケすぎるもうめぐみ笑いすぎ私は私で必死だったんだからだって <laughs> <laughs> 久々のカラオケ楽しすぎ私はアイスもう一個頼むけど琴葉はどうする私は。 やめとく。もう遅いし。夜はまだまだこれからだよ。お腹いっぱいならさ、もう一曲言っとくさっきから散々歌いっぱなしじゃない。えぇ琴葉が歌わないなら、プロデューサーとデュエットしちゃおうかな。め、めぐみ。<laughs> 冗談だって委員長。とりま。 ドリンク取ってこようもうプロデューサー、私って、やっぱり真面目で堅くて、冗談の通じない委員長、なんでしょうか。分かってます。 私が悩んでいるのは自分の自分の性格ですはめ、あ、ぐ、はあ、みが遊びに誘ってくれても結局 めぐみをたしなめるようなことしか言えなくて、白けさせちゃうし。めぐみは私と遊んでいて、本当に楽しいのかな。つまらない自分に、絶望します。めぐみは、私なんかより、 もっとノリがよくて面白いこと仲良くした方がいいんじゃないでしょうか同じようなことですか,ですかそんな私はめぐみといるのがすっごく楽しいのに 全然違う性格だからこそ。あそっか。めぐみと私は全然違うけど、そういうところは似てるのかもしれませんね。 コート寝ちゃったかプロデューサーの上着かけてもらって幸せそうあパパラッチしとこ個人利用にとどめておくから安心しないよ琴葉をからくるのには使うけどうーん我れながらいい写真プロデューサーのメアドにも送っとくよ変なことに使うのよ リューサー聞いてよこの前カラオケで撮った琴葉の寝顔写真琴葉にデータ消されたんだけど当たり前でしょあんな恥ずかしい写真流出したら大変なんだからでも琴葉データ消す前に自分の目宿に写真送ってたよねみ見,見てたの プロデューサーに上着かけてもらったのがよっぽど嬉しかったんだねお見通しなんだから